ギード・アードラは、オーストリアの音楽学者。オーストリア帝国、モラビア辺境白領アイベンシュッツ出身。1868年から1874年まで、ウィーン音楽院で学んだ。主専攻はピアノで、その他に作曲と音楽理論を、アントン・ブルックナーとフェリックス・オットーで祖父に学んだ。音楽院と並行して、ウィーン大学にも在籍し、 1878年に法学博士号を取得し、1880年には哲学博士号を取得した。1883年にウィーン大学の音楽学の講師に就任した。1884年に基幹音楽学を発刊し、翌年にファング、メトーデウント・ジール・デア・ムージー・クイー・ソン・シャフトという論文を寄稿した。この論文は、 包括的な音楽学の叙術だけにとどまらず、音楽学が歴史的音楽学と体系的音楽学に分類されている。さらにアドラーは体系的音楽学の中には比較音楽学が含まれるとする。こうしたアドラーの分類はヨーロッパから北、アメリカに受け継がれて完全に一致するわけではないが、大体において音楽史、音楽理論、 民族音楽学という現在の音楽学の分類と対応する。1885年、プラハカール大学に歴史と音楽理論の教授として招かれた。1898年には、エドアルト・ハンスリックの公認として、ウィーン大学の教授となった。ウィーン大学での教え子には、アントン・ベイベルンらがいる。1927年に、ウィーン大学を退職するが、 同年に設立された国際音楽学会の名誉会長に就任するなど、1938年にナチスに禁止されるまで精力的に活動を続けた。彼自身の専門はウィーン学派の時代のオーストリア音楽であった。アドラーは実証的な音楽学を打ち立てた人物の一人であるとされている。また音楽と社会的要因との関連を認識した。 最初期の学者でもあった。それにより19世紀には音楽美学と電気研究が中心だった音楽学はより幅広いものへと発展することとなった。ありがとうございます。